が残る清新町商店街にやってきました。今日紹介するのはこちら、純喫茶オスロー。純喫茶って書いてあるね。純喫茶と見せかけて、はい、実はここお寿司屋さんなんです。へー。レトロな外観のお店、もともとは喫茶店でした。空き店舗となっていたところに1年前にお寿司屋さんとしてオープンしたんです。タコ、サーモン、アナゴにマグロ、もうお寿司屋さんの内装ですよ。そしてカウンターがあります。丸いカウンターが素敵なお店です。面白いのが上を見てみますとシャンデリアがあるんですよ。こんなお寿司屋さん見たことないですよね。店主の安原さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ひょこっと現れていただきました。すごく雰囲気が不思議といいますか、面白いお店ですよね。はい。どういったお店なんですか？そうですね、その昭和の頃にやってた喫茶店の雰囲気を残して、やっぱちょっと雰囲気はあえて残してらっしゃるんですか？そうですね、そのカウンターだったりとかっていうのはこうその改装をした時に新しく入れてるんですけど、やっぱりその元々あった喫茶店のその外装だったりとかっていうのの雰囲気を残せるようにということで。このシャンデリアもその一つなんですか？このシャンデリアも新しく、あ、新しく入れてるんです。当時のものではない、はい、もうすっかり当時のものかと思いました。いや、本当ね、その当時の雰囲気をこう出せるように。でもここはお寿司屋さんなんですよね。そう面白いですね。やっぱりおすすめメニューは、うちのおすすめのメニューはランチの握りの10貫セットになります。慣れた手つきでお寿司を握る安原さん、20年近く県南の回転寿司店で働いていたそう、うん、早速おすすめをお願いしました。はい、お待たせしました。はい、豪華ですね。はい、ありがとうございます。これお寿司10貫すごく、もうみっちりお寿司が乗ってますよ。美味しそう。やっぱり今の時期のおすすめは、そうですね、今の時期本当に美味しいのはそこに入っているアジとかタイがおすすめです。あ、いただきます。幸せ甘みがありますね。そうです、もう本当に新鮮なものなんかっていうのは、うん、もう今日入ってきたものを使ってるんですけど、もうその食感とかその弾力、あと甘みと、なんで本当に今日のおすすめになってます。魚もそうですけど、そのお米だったりとか、あとお醤油、卵、そういったものを本当に地元の岡山県のものを使って、まあ、提供させてもらってます。もう地元さんがメインで、はい、特に卵とかお醤油なんかっていうのも地元の玉島の老舗メーカーさんから直接仕入れて使わせてもらってます。そんな地元愛あふれるお店のもう一つの看板メニューが海鮮丼です。旬のお魚をふんだんに、卵の黄身がいいアクセントになっています。めちゃくちゃ美味しそう。うわー、ツヤツヤ。やっぱり卵から、あー、とろっと美味しそう。このまま大好物のサーモン、あ、サーモンいただきます。うん、おいしい。まろやか、とろける。本当にシュッと口の中からいなくなっちゃいますね。すごく柔らかくて美味しいです。握りも美味しかったんですけれども、海鮮丼もまた格別ですね。やっぱり一番気にかけてるのは、そのボリュームをお客様に感じてもらえるように、うん、嬉しいですよ。もうお魚の味をダイレクトに感じつつ、このボリュームですよね。これは嬉しい、もう、ね、満足。これ見えてないもんね。でもやっぱりお得と言いますか、なんかもっと高いのかなって思ってたんですけど、結構リーズナブルですよね。そうですね、やっぱりその金額の設定なんかも含めて、お客様にちょっとでもこう入っていただきやすいように、
一番はやっぱりこう地元の玉島にこう少しでも根付いて遠目から見たら喫茶店なのか、お寿司屋さんっていうのがまあ近所にあまりないっていうのもあるんですけど、こうまあ本当通ってもらえるようなお店にしていきたいなっていうのはあります。時計とか扇風機、これだけのボリューム、美味しいお魚が楽しめるっていうのはなかなかないですし、で何よりも地元っていう思いがね、地元への思いが詰まったお食事ですね。本当に美味しいです。ありがとうございます。たくさんの人に来てもらいたいですね。はい、ぜひ。安原さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。基本はお昼の営業ですが、夜も予約したら対応可能とのこと。雰囲気もお腹も満足できるお店です。ぜひ行ってみてください。